状況分かってねえよ、あいつ。早く助けてやろうぜ。いいか。よし。なんなのこれ。マジで警察呼ぶから。そいつが侵入者か。鴨志田、誰そいつ。てかここ何、なんで学校がこんなになってんの。こんなの俺の案と間違うとはな。怯えてるのか。その格好、正気。いいんだよ、ここは俺様の城、欲望の世界なんだからな。何それ、こんなの風俗とかってやつでしょ。息のいい奴隷だ。シャレになってないっての。ふざけんな鴨志田。俺様2件してるぞ、どう思う。口答えなんて許しちゃダメです。というわけで処刑だな。どうやって遊ぼうかな。バラバラに解体しちゃおっか。マジなの。ひでえ。部員の女子のこともこんな風に見てやがったのかよ。おい、あれ。高巻。これからお楽しみって時に。こいつ何なの。ねえ、何回来るんだよ。どうせお前もそこの賊どもと同じだろ。俺様に文句があってきたんだよな。けど名前忘れたけど、あいつ飛び降りたのお前のせいだからな。お前が相手してくれないから代わりしてもらったんだよ。ふざけないで。やめろ。それ以上動いたら即殺す。くそ。お前らも見ていけよ、解体しよう。やだ、やめて。まずは服からバラしちゃおっかな。やだ先生、ドエロすぎ。おい、どうすりゃいいんだよ。高巻。これさ、天罰かな。最初からそういう顔してりゃいいんだよ。志保、ごめん。え？そんなのやだ。そうだよね。こんなクズに言われるがままなんて。だからよ、奴隷はおとなしく。うるさい。もうね、無理。マジでムカつきすぎてどうにかなっちゃいそうよ。まったく、出番が遅すぎる。お前ら立ち向かわないで
誰が恨みを晴らしてくれる。許す気なんて初めからなかった。お前の中のもう一人のお前がそう叫んだ。我は何時、何時は我。やっと契約結べるね。聞こえるよカルメン。分かった、もう我慢しない。そうよ、我慢なんかしていても何も解決できない。分かったのなら力を貸してあげる。私、あんたなんかが好きにできるほどお安い女じゃないから。こいつ塩から全部奪って踏みにじった。あんたは許さない。あんたの全てを奪ってやる。これ以上好き勝手な真似はさせん。もう我慢はしないっての。好きにやらせてもらうんだから。行くよカルメン。鴨志田様の愛情を理解できる小娘が死んで詫びろ。女を欲望のはけ口ってしか見てないクズが愛だなんて笑わせんな。行くよカルメン、思いっきりやっちゃおう。弱点は見当たらないな。普通に痛いおっさんだから。マジかよ。待て、お前なんで入ってきた。つうかどうやったんだよ。おい、レディに対してそれはないだろう。大丈夫かアンドノ。アンドノっていうかこれ何、生き物。ねえここどこなのよ。
落ち着け。大丈夫だ、心配ない。落ち着けるわけないでしょ。あれ、私なんでこんな格好してんの。いつの間に。やだ、何この。だから落ち着けるわけないでしょ。こいつは参ったな。すぐに追ってかくる。のんきに説明してる時間はない。仕方ない、一旦引くか。これからって時に邪魔しやがって。ったく、しょうがねえな。ほら、肩貸せ。お前そっち頼む。どっちがいい？炭酸じゃない方。どっちも炭酸だ。じゃあ。ほらよ。我が輩のは？え？猫のくせに？少しは落ち着いたか、アンドノ。モルガナだっけ。私、猫と喋れてるんだね。すごく不思議な感じ。あ、ごめん、猫じゃないんだよね。混乱して当然さ。いきなりあんな目にあったのに、すぐ理解しろって方が無理だ。正直、まだ信じらんない。それに、あの力、ペルソナ。アンドノの反逆の意志だ。それがあればあの世界で戦える。あなたたちの話が本当なら鴨志田を改心させられるんだよね。あいつ自身の口から罪を告白。そんなこと本当にできるの。被害に遭ってる当のバレー部員もだんまり。教師も親も見て見ぬふり。俺らみてえのが騒いだって握りつぶされんのがオチだ。これにかけるしかねえんだよ。だったら私にもやらせて。志保のこと償わせてやりたい。志保をあんな目に遭わせてのうのうとしてるなんて絶対許せない。今さらっと私にもやらせてとか口走ったか。連れてけって意味か。足手まといみたいに言わないで。見たでしょ、私だって戦える。おい、どうするよ。我が輩も賛成だ。戦力的にも心もとなかったしな。大丈夫、我が輩が守ってやるさ。ダメって言っても一人で行くからね。そっか、こいつ一人で入れんだった。断る方が危ねえのか。ったく、しょうがねえな。決まりね。じゃあそういうことでよろしく。私は絶対鴨志田に自分のしたことを償わせる。志保だけじゃない、今までしてきたこと全部。もう誰一人あいつのせいで泣かせない。私にできることなら何だってする。怪盗行為なんて危険なこと、正攻法だけでやっていけるとは思えない。周りの目を欺く演技、それに長けた者がいてもおかしくはないわ。
聞こえてるなら答えて。我は何時、何時は我、何時ここに新たなる契りを得たり、契りはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我恋愛のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。よし、行くときは声をかけてね。で、そっか、お互い連絡先知らないか。ねえ、番号と ID 教えてよ。じゃあよろしくね。モルガナも。こちらこそだ、アンドノ。いい子だな、あのけなげな心配り。しかも願いのために危険も顧みない意地らしさ。友達思いで、おまけに美人なんて子なんだ。我が輩、すっかり心を奪われちまったぜ。おいおい、てかこれからはこのメンツですぐ集まれた方がいいよな。こういうことを話せる秘密のアジトがあった方がいい。アジトか、悪くねえ響きだぜ。学校の屋上がいいな。人も来ない感じだったしな。ひとまずあそこが我が輩たちのアジトだ。パレスの中じゃ連絡取れないからな。我が輩こっちに残ってやるよ。というわけでお前、我が輩のお世話を頼む。我が輩直々のご指名だ。光栄に思え。任せた、うち絶対無理だから。まもなく電車が参ります。じゃあアジトも決まったし、明日な。じゃあ我が輩の滞在場所を確認しに行くぞ。おい、ここどこだよ。
廃屋。おい、お前。にゃにゃうるさいと思ったら、なんで拾ってきたんだ。知らねえよ。うちは飲食店だぞ。動物はねえだろ。けど、世話する生き物がいりゃ、おとなしくしてるかもしれないか。しょうがねえな。ただし開店中は騒がすなよ。店もうろつかせるな。つまみ出すぞ。俺は一切世話はしないからな。ここの上司か？お前を廃屋に押し込めてる割には話の分かる親父だったな。といっても普通の人間には猫の鳴き声にしか聞こえんみたいだけどな。まったく、可愛い声で鳴きやがるから。お前皿洗っとけよ。ところで、名前とか決めたのか？モルガナ？ああ、名前つけてやろうかと思ったんだがな。ご主人はお前よりも我が輩を気に入ったようだな。まあ、鴨下の牢獄に比べれば天国か。お前ら、いつか聞いたよな、我が輩が何者かって。正直言うとな、生まれのことは何も覚えてない。異世界の歪みにやられてなくしちまったんだ、本当の姿と一緒にな。そうに決まってる。猫がなんでこんな喋れんだよ。説明つかないだろ。歪みのせいで本性をなくしたのは間違いないんだ。だから歪みの元を晴らして、きっと自分を取り戻す方法だって大体わかってるんだ。城にいたのもその調査のためさ。そういや、あっちの世界では腹は減らなかったな。言っとくけど、ただで世話になる気はないぜ。ギブアンドテイクだ。実は我が輩、知的で器用だから潜入道具を知ってるんだぜ。おっと、こっから先は取引の後じゃないと教えてやれねえな。お世話するのと引き換えに我が輩の潜入道具だ。どうよこの取引。いい返事だ。取引成立だぜ。あらゆる場所への巧妙な潜入と脱出、特殊な道具を使っていた可能性がある。そしてそれを作っていた者がいたことも。答えて。我は何時、何時は我、何時ここに新たなるちぎりを得たり。ちぎりはすなわち囚われを破らんとする反逆の翼なり。我
魔術師のペルソナの生誕に祝福の風を得たり、自由へと至るさらなる力とならん。ことはおいおいレクチャーしてやる。ところでお前、パレスで見た力マジですごかったな。あの力が伸びれば伸びるほど切り札として頼れるってもんだ。よし、今日から我が輩お前と一緒に行動してやるぞ。ペルソナは心が生み出す力だ。お前がどんな経験を積んでいくかで、あの力にもきっと影響があるはずだ。有能な奴らと知り合えれば、いろいろ役立つ技を覚えられるかもしれない。これも取引のうちだからな。まあ目をつけてやったんだ。期待は裏切らないでくれよ。